はい、こんばんは。リーダーの三田下奈美、始まりました。今週も引き続きですね、久保啓太さんにお話を伺っていくんですけれども、前回の放送でですね、女性のためのキャリア支援を行う会社の、キャリアコンサルタントの久保さんにお話を伺ったわけなんですけれども、やはり女性に対応する人なので、雰囲気も柔らかく、喋りやすく、なんていうんですか、物腰が柔らかいというか、敵を作らないような雰囲気のすごくいい印象を受けました。今週の放送ではですね、女性のためのキャリア支援の会社なので、エステだったり、クリニックだったり、いろんなところに働き場所があるわけですけれども、そこに対応していくための、服装術、身だしなみだったりについてちょっとお伺いしました。いろんなね、働き口によって着ていく服っていうのも、変えていく必要があるっていう話なんですけれども、私服で着てくださいっていうところもあったり、リクルートスーツだったりっていろいろあると思うんですけれども、そういったところにお話を伺いました。で、関連してですね、少し時間があるので、自分もスーツの話をさせていただこうと思うんですけれども、沖縄にはオーダースーツの会社っていくつか、あると思うんですけれども、スーツの着こなしって実はすごくルールがいっぱいありまして、分かりやすいところで言ったら、フォーマルな場所、お葬式に例えば明るい色のスーツ着ていく人がいなかったり、簡単なところで言うと、例えば何て言ったらいいんですかね、結婚式ってどんな服装がいいのとか、新郎新婦の新郎 の, あのスーツってどういうのがいいのか、どういうのが適しているのかって、いろいろルールがあると思うんですけれども、そんな中でですね、スーツの情報って誰も教えてくれないので、分かりやすく多くの人が間違えがちな3つのマナーを、紹介していきたいと思います。結構やっぱ多いのがですね、前ボタンを全部止めてしまう人がよくいますね。前ボタンっていうのは、今2つボタンのスーツが主流なので、上と下に2個ボタンがついてるんですけれども、このボタンは真ん中だけを止めます。下のボタンは止めないようになっております。パターン上ですね、もう下のボタンを止めない設計になっているので、止めてしまうと形が歪んでしまうので気をつけてください。結構街中見ているとですね、全部のボタン閉めている人だったり、上と下どっちも閉めちゃってる人ってよくいるので、気をつけましょう。2つ目はフラップボタンといいまして、ジャケットの、前のポケットですね、前のポケットに雨蓋っていうのがついてます。フラップポケットのことなんですけれども、少々お待ちください。動画を見てもらえれば分かると思うんですけれども、このボタン、ポケットの蓋のことですね。これ室内では蓋を、中に入れます。で、屋外では蓋を外に出します。これ別名雨蓋って言いまして、雨の蓋って書くんですけれども、外にいる時に、外のホコリや塵なんかがポケットの中入らないように外では出して、室内ではポケットのフラップをしまうっていうのが原則マナーになっておりますので、こんなの知らないと思うんですけれども、気をつけてください。もう一つですね、これも結構あるんですけれども、ボタン前、スーツの前ボタンって座った時ってやっぱ苦しいと思うんですね、止まったままだと。今結構タイトなスーツ着てる人が多いので、これ一応マナー上、座った時には前ボタンを外すっていうのがマナーになっております。ボタンつけたまま座ってパンパンになってる人がいるんですけれども、座った時は外すのはマナーなので、マナー違反ではないので、失礼に当たることはありません。で、立った時にはボタンを閉めるっていうのを癖づけていただけると、かっこいい着こなしができるのかなって思います。オバマ大統領なんかも、会談中に日本の総理は閉めたまま座るんですけど、ボタンを外して座っていたり、そういうのが、できているので、やっぱりこうスーツの文化が根付いているところでは、
割とそういう風に当たり前にできることだと思うんですけれども、なかなか日本ではそういうのは知らないと思うので、ぜひ注意して、やってみてください。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。それでは、第2週目ですね、久保慶太さんのお話に進みたいと思います。それではどうぞ。なんかこう身だしなみを変えることで、変えるというか意識されていることで、はい、女性からの反応だったりもありますか？そうですね、やはりこう話しやすいって言っていただけたりとか、まあ、ちょっと中には、まあ、メイクってどうしていったらいいんですかっていう、うん、その美容系のことについて相談を受けたりとか、逆にすることとかも多いです。なるほど。私そんなにこう普段からメイクとか自分自身するわけではないので、あくまでこう紹介する。そうです。今こういった知識とか、この間聞いたんだけどこれがいいらしいよっていう情報をちょっと教えたりとか。でも女子みたいな感じだね。そうですね、比較的こう友達感覚じゃないですけど、まあ、まあしっかりこう近い距離というか、まあ、ある程度の、まあ、関係性を築けるようには頑張ってます。はい。なんかこの業界入ってから変わったとかあります？例えばこう趣味嗜好だったり、はい、まあ、さっき言ったようにこうプライベートな女性のこう 話ができるような、はい、情報を持ってたりとかするって言ってたんですけど、はい、こう周りからちょっと変わったなって言われたりとか。そうですね、やっぱりなんか昔以上になんかこう美容にとかに気をつけるようになったので、若返ったねってすごい言われます。いいことですよね。そうですね、かなりこう私事の話なんですけど、まあちょっと肌つは良くなったりとか、こう自分自身も結構その使う石鹸に気をつけたりとか、美容の洗顔に気をつけたりとか、肌のスキンケアのちょっと用品を変えてみたりとか、うんうんうん、ちょっとこだわるようになってきた。それも言われますかね。ありがとうございます。この後ですね、ちょっと伺いたいことが、女性が、はい、まあ、女性もこうキャリアのですか、就活の時って、はい、こう私服にはすごくこう気をつけてる方いると思うんですけど、はい、女性って、まあ、男性もそうなんですけど、スーツスタイルになると一気にこうなんていうんですかね、普通になってしまうというか。うん、そうですね、そういうところのフォローなんかもしたりするんですか？そうですね、やっぱりこう職種だったりとか企業によって、はい、なんか全然こうやっぱり好みというか、うん、メイクの好みだったりとか髪型の好みだったりっていうのが違うかったりっていうのはしたりするので、はい、まあ、最近とかだったらオーガニック系のコスメとかもかなり人気あったりとかはするんですけど、やっぱりこうオーガニックってこう自然のものだったりとかもするので、うん、ネイルとかもあまりこう濃い色とかを使うことだったりとか、はい、こう髪型とかもこうかなりこう奇抜な髪型だったりとか髪色っていうのをちょっとなかなか受け入れてもらいにくいので、まあ、メイクとかも含めてそうなんですけど、やっぱりこうナチュラル、うん、ナチュラルメイクっても結構メイクがあれも入ってると思うんですけど、はい、そういったメイクもあまり濃くしすぎないでくださいってお話をしたりだったりとか、あとそれこそその美容クリニックとかだったら、はい、まあ、どちらかというとこうきっちりされている方っていうのが好きなこう人事の方とかが多かったりはするので。それは なんでなんですか？あ、やっぱり結構扱う商品とか高いんですよね。クリニックでさっき言ったようにこう二重にしたいとか。そうですそうです、そういうお客さんの。そうですそうです、1回で本当に100万円単位のお金が動く、うん、まあ、業界だったりとかもするので、やっぱりそれなりの対応だったりとか接客っていったところが必要になってくるので、やっぱりそうなってくるとあまりこう崩した感じの髪型だったりとか、うん、ネイルとかだったりするとやっぱそこは NG になるので、まあ、それこそこう美容部員とかエステティシャンの方の面接よりも
こうネイルとかちょっとクリア気味のネイルにしてもらったりとか、へー、髪型とかもちょっと結んでいってもらったりとか、そういうのはじゃあここでもうあのお話の段階で、はい、そうしていってくださいっていう話まで伝える？あ、もうします。やっぱりこう相談したり求人を紹介することもそうなんですけど、面接指導したりとか、まあ、対策だったりっていったところも、そのキャリアコンサルタントの仕事の一環でもあるので、もっとそういう指導をしっかり行うようにしています。はい、はい、なるほど。まあ、あのお客さんの層がね、結構こうお金を使う人に対して、あ の接客とか、あの、まあ、お話の仕方だったりって、はい、いやすごく難しいなって僕も思ってて、あの、まあ、自分の業界も一着10万、20万とかスーツをポッと買う人が多くて、よかったらまたその納品したタイミングでまた買ったりとかっていう、はい、そういう人、あの方々に、まあ、あの受けるというか欲しているものっていうので、うん、どういうところになるのかなっていうのは、確かに。でもやっぱりこう男性の方とかだったら、こう私も男性の紳士服の販売をしていたので、うん、その時に、まあ、気をつけた方がいいよって言われていたのは、こう男性の方もあまり相手がきっちりしすぎていると、うん、逆にちょっとこう、こうなんか距離感が離れすぎてしまうっていうのがあるので、こう自分自身も身なりとかには気をつけつつも、こう失礼にならない程度の髪型で、うん、ちょっとおしゃれを入れるっていうのはやっぱり大切だよねっていうのはかなり言われましたね。まあ、爪だったりとかもそうなんですけど、はい、こう男性の方を相手にするから爪とかそういったこうおろそかにしていいっていうわけではなくて、やっぱ爪もしっかり切ったりとか、やっぱ清潔さとかも男性はやはりすごく大切だと思うので、あのアパレル、もう僕店舗に立ってたって、あ、店舗に立ってました。はい、僕もあの営業、前職の時は営業だったんですけど、でもあのイベントごとに店舗に立ってやってたんですけど、はい、まあ、自分のその時のこう身だしなみの正解っていうのは、まあ、お客さんからかっこいいなって思われて、こんなスーツ作りたいって思ってもらうのが、はい、まあ、あの正解かどうかわからないですけど、その時は正解だと思ってまして、でもこういうあの久保さんがやってるような就職のコンサルだったり人材派遣、あの紹介だったりの時は、はい、もうおしゃれっぽく 見られすぎて、そこに気持ちが取られてるのもあれなのかななんて思ったりして、あの久保さんぐらいちょうどよく清潔感があって、はい、あの人ものすごいおしゃれだったよまでいかないぐらいに収めてもらったりすると、はい、一番こう打ち解けやすいところなのかな。そうですね、まあ、業界にもよると思うんですけど、その何に特化しているかとか、うん、やっぱりこう医療とかに特化している方とかはわりかしこうしきっちりした形だったりとかってされてるキャリアコンサルタントの方とかも多いので、やっぱり美容業界っていうか、そうですよね。そうですよね。なかなか、あの単に就活スーツだけじゃなくて、特に美容なんかに特化すると、あのさっきも社長から話があったんですけど、逆に私服できてくださいだったり、あ、そうですね、うん、そういう時はじゃあ、まあ、久保さんなりにその相手の会社の特徴だったり雰囲気を見極めて、はい、こんな感じではどうですかっていう提案をする、はい、そうですね、まあ、提案もしつつ、結構その方が普段着ている服装とかもあると思って、はい、あまりこう全てこう押し付けてしまうと着られた感がやっぱどうしても、あ、ね、はい、なじまないというか、そうなんですよね、やっぱり結構服ってそういうとこ正直に出るというか、うん、そうですよね、はい、着られてる感っていうのがどうしても出てしまうので、はい、まあ、普段の服装を見させていただいて、まあ、その中で例えばちょっとジャケット、この色のジャケット羽織っていってくださいだったりとか、まあ、そのシャツにパンツスタイルでいってくださいみたいな指導はするようにはしてますね。いや、なんかすごくあの女性の気持ちが分かる人っぽい感じがすごく よくて、あのなんていうかね、あの否定せずに肯定した上で話を進めてくれる久保さんのこの柔らかさっていうのが、はい、今日まあ打ち合わせから今話しながら伝わってくるなっていうのは、ありがとうございます。あります。なんか
ますね。自分でもそんな感じで思いますね。そうですね。いや、喋りやすいっていうのと、まあ、確かに女性が慣れてこう、いや、こんなことやりたいんだけど、まあ、さっきこう言ったけど、いや、こういうのも実は興味があってとかいうのを引き出してこそだと思うんで、はい、そうですね。あと、なるべく聞くようにはしてます。あ、はい、モテる人のよくあるね。いやいやいや、でも聞き上手はね。そうですね。 こちらからこう一方的にこうガン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 話していくのではなくって、ちゃんと相手から聞いた上でお話しするっていうのは、やっぱりすごく大事なことだと思うので、聞いたことからどんどん付随させていったりとか肉付けしていくっていうふうにはしてますね。はい。こう女性と対応してて言われて嬉しかったことだったりってありますか？そうですね、嬉しかったこと、まあ、男性の方でやっぱり最初ちょっと警戒してたんですっていうのを言われて、うんうん、でもやっぱり久保さん話しているうちに、こう久保さんにこう就職の相談をしてよかったなって思いましたっていう相談を、あ、相談というか報告を受けたりとかっていう風になると嬉しいなっていうふうには思いますよね。いや、そうですね、もちろん。すいません、ちょっとかなり浅い感想です。でも、それが、それ以上に言われることあんまね、そうですね、それ以上褒め言葉ないぐらいと思うんですよね。やっぱりその言葉を言われることっていうのが、やはり嬉しいっていうのはあるので、はい。相談してよかったなって言われるのは、まあ、どのキャリアコンサルタントの方もかなり嬉しいんじゃないかなとは思うので、それは嬉しいですね。もう、いろいろこう恋愛の雑誌とか男が見る雑誌とかやっぱこう聞き上手っていうのが大事だって書いてあって、はい、で、まあ、デート行った時にも男性がバーッと話すより女性が夢中になって話して終わった方がみたいな、でも本当にそれはどの業界でも生きてくることなんだなっていう。そうですね、うん、聞き上手を超えて、なんか話させ上手っていうのが あるみたいで、まあすごいこう、そしてニーズを引き出していくっていうのが大事で、で、そうしたら結果的に自分ってこんなことやりたかったんだって気づかされたりっていうことが、まああるのかななんていうのを感じました。そうです、本当にそれが大事ですよね。久保さんの考える今後の自分の在り方とか、どういうのがそうですね、この久保さんとか、このそうですね、まあやっぱりこう今の考えとしてはよりやっぱりこう美容業界を盛り上げていきたいなっていう思いがあったりもするので、まあ、そういった働き方の支援といったところに関してはこれからもどんどん続けていきたいなっていったところと、あとはまあ企業としてもうちの会社がやはりこう弊社の方が、すいません、弊社の方がやっぱりこう美容業界に特化したりとか、こう働き方だったりとかって支援したりとかもしているので、まあ、こう自分自身かなりこう自信を持っていい企業だと私は思ってるんですね。こうみんなにお勧めできるような企業でもあるので、はい、やはりこういろんな方にもっと知っていっていただきたいなっていうふうには思ってます。はい、確かに。こうやっても女性の方、例えばこうエールバンクールさんに巡り合わなかった人でも美容業界に行ってる人もちろんいっぱいいるじゃないですか。はい。こう皆さん どういうふうにこう調べて、うん、エールバンクールさんと出会うのか。ああ、そうですね、まあ例えばなんですけど、まあ弊社の方で、ま、未経験の美容業界の方で、はい、こうやりたいけどなんかこうあまりこうよくわからないみたいな方を支援するセミナーの講師をやったりとか、はい、実際に私もしたりとかもしてるんですけど、あ、話したりする、あ、そうです、そうです、だったりとか、あとは弊社の方でそういった美容業界に特化したサイトとかもやっているので、はい、まあ、そういったところからエントリーをいただいたりといったところも多かったりですとか、あと意外に多いのが、はい、以前にその求職者の方でご相談を受けて、はい、まあ、無事こう美容業界に就職されて、うん、友達が今美容業界に就職したいんですよねっていうのでご紹介をいただく、あ、お友達をご紹介いただくことも結構多いです。一番いいパターンですそうですね、ありがたいパターンではあるんですけども、じゃあその友人が働いている姿を見ていいなって思ったりしたとか、あ、そうです、そうです、
じゃあ今後美容業界ってこうどういう風に変わっていきそうとか、はい、こうどういう人が求められる人材像だったりするか、そんなのもありますか？そうですね、まあ、求められる人物像とかで言えば、まあ、でもどんどん女性の方の働き方とかも変わってきてはいるので、まあ、美容業界って元から結構女性の方で管理職つかれる方とかも多かったりとかはするんですけども、うん、まあ、よりこう女性の方とかのキャリアアップがしやすくなったりとか、うん、あと美容業界の働きやすさっていうのが今だいぶ変わってきてはいるので、まあ、例えば育休だったりとか、うん、育休産休だったりとかもそうなんですけど、まあ、年間休日とかもまあ、少しずつ増えてきているところがあったりとかするので、より結構美容業界で働くことが、はい、こうハードルがこうそんなに高くなくなるんじゃないかなとは私自身は思ってます。へー、はい、こう例えばなんて言ったらいいんですかね、そのキャリアアップも考えての、はい、例えばこうエルバンクルさんをで仕事を見つけて働いた人っていうのは、はい、こうどんどんやっぱ上に上がっていったりするんですか？まあ、されてますね。実際に今例えば美容部員の方でご紹介した方とかだったら、はい、店長だったりとかマネージャーをやられてる方とかも実際にいらっしゃったりとかも、エステティシャンとして独立されてる方も、もう自身で店舗を持たれてやられてる方もいらっしゃったりとかっていうのもあるので、やっぱりそういう話は聞くと嬉しいですよね。やっぱなんかこうネイルとかの人ってこう独立志向が強かったりするイメージもあったりするんで、はい、お店を持ちたいって人も多分いるのかなって。そうですね、やっぱり逆にこう将来的に独立したいんですっていう相談を受けることも、はい、結構多いですね。エステティシャンの方とかも意外に多いんですよ、独立をしたい方って。自分でお店を持ちたい。あ、そうですそうです。なんかこう店舗とかも正直こうマンションの一室とかがあればできちゃったりとかも。そうなんですよ、別に路面店を構えなくても。そうなんですよ、なのでなんかそこまでこう独立することに対して、うんうんうん、まあ、ハードルが低いわけではないですけど、はい、まあ、こう皆様が思っているよりもハードル自体は高くないんですよね、うん、しっかり技術さえ手に入れてしまえばっていったところはあるので、はい、やっぱりそういった相談を受けることも最近は増えてますよね、はい、うん、今後じゃあこの美容業界を盛り上げていくように、はい、あの沖縄の人がこれメインに聞いてて、はい、あの僕情報によると沖縄の人ってラジオ聴取率が全国1位で。そうなんですね、車社会っていうのもあるんだと思うんですけど、ラジオっていうのはすごく、はい、あの広がるメディアらしいんで、あの、はい、最後にあのバンクル、あのエルバンクルさんの、はい、あのまあ、宣伝っていうかどういうふうにこうつながっていきたいかとか、あの聞いてる人がこうやったらこのホームページが出てきますよとか、そういう案内が最後ちょっとあれば。はい、弊社の方で、まあ、美容業界に特化した彩りというサイトですとか、はい、あと実際にこうエールバンクールの企業サイトなんかもありまして、まあ、近々リニューアル予定でも実はホームページあるんですけども、はい、まあ、そういったサイトとかを見ていただければ、まあ、私の紹介とかも載ってたりとか、はい、あとまあ弊社が主にどういった取り組みをしているかっていうのも載っていたりするので、ぜひチェックしていただければなと思います。はい、はい、この情報なんかもじゃあもう YouTube とかに載っけても大丈夫ですか？はい、あ、もちろんです、載っけていただいて、はい、広めていただければなと思います。だいたい面白い話が伺えて、で、まあ、女性に特化したキャリア支援というちょっと特殊な業界かもしれないんですけれども、はい、あの久保さんの雰囲気と、はい、人柄とか伺えたような感じがして、はい、まあ、あとあの就活での身だしなみだったりも、うん、まあ、業界によっていろいろあるんだなっていうことだったり、まあ、単にスーツだけじゃなくてこう、まあ、それに応じた業界に応じた着こなしっていうのも、まあ、提案したり、その人に合った雰囲気にプラスアルファその会社に、ね、まあ、合わせたような提案も久保さんからしていただけるようなのかなと思いました。まあ、僕がすごく思ったのはこう久保さんは話を受け入れて、はい、
アドバイスをする、うん、で、まあ、押し付けない感じと雰囲気っていうのはすごく女性の方にとってもやりやすいのかななんていうことを感じた収録になりましたありがとうございます、はい、今日は本当ありがとうございました。ありがとうございました。株式会社エールバンクールの久保圭太さんに、ゲストにお越しいただきました、本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。飲んで食って吸って吐いて趣味ズバ